色とかは感じたくないから今回の食感味になる。初めてのご参加いただいた方もいらっしゃいますので、まあ、簡単ですね。手でこうやるわけじゃなくて機械でこう押し出していくんですけども、ちょっと傾きが悪いということで山芋はトレーニングしたいというところがまずありまして、続いてその味なんですけども、キムチを使用したもの、あとニンニクを使用したものなんかはやっぱり油がその汚れてしまう。ちょっと食べてみましょう。こっちが伸びすまない。なので、まあ、ざっくり言うと合計点だけで見ると今回1位が、枝豆 B が1位になって、2位が、きんぴらごぼう、ちょっとトップ5番で言うと、第3位が、青のり紅生姜 B が第3位。作ってるところによって配合が違ったりとかするのは面白いなと。もっといろんな人に食べてもらえたらなって思ってます。まあ、2社食べてみて塩分の違いがかなりあったと思うんですけど、今最近やっぱその塩分控えめ。